皆さんこんにちは。いつも大金整骨院 YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日の動画は金井が担当させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日お伝えするのは、お腹のたるみが気になる方のお腹のエクササイズをお伝えしたいと思います。はい、で皆さん早速なんですけど、こういう椅子を用意してください。できれば回る椅子とかじゃない方がいいです。安定して、あとはそうですね、平らなところ、あとはなんかこう滑りやすい床じゃないところでやるのがいいと思います。はい、ではまずここに座ってもらって、でこれはお家でも職場でも簡単にできるので、ぜひやってみてください。はい、まずこの片方ずつ足を上げるのと同時に、お腹をおへそを見るように丸めます。これを交互グーッでギュッで、この時に丸めてしっかり戻します。丸めてしっかり戻す。でただ足を上げる運動ではないので、足を上げると同時に自分のここの胸をお膝、太ももにつけるようなイメージでギュッギュッとやってあげると、お腹の中の方グーってなってくるので、皆さん一緒にやっていきましょう。はい、いきますよ。ではまず座ってもらっていきます。左足からいきますよ。せーの、1戻す、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、ももを胸に、9、ラスト、10、はい、OK です。で、これ腰が痛い方とかは無理してやってしまうとひどくなってしまうので、痛みがない時、そう、あ、今日体調子いいな、やってみようかなっていう時にやってみてください。であとはこれでちょっとひねりとか、こういう風な動きを入れてあげても、いいかもしれません。はい、じゃあ座ったままですけど、この動画がためになったと思う方はチャンネル登録、グッドボタン、またコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。